どうもワニですというわけで今日はねマコポンさんとマヤミマさんの3人でとある川にガサガサにしに来ておりまして、いろいろとね魚を取っていきます。よし行くぜブラックバス取るでワニガメの餌。よし、なんぞや。あ、その色は、その体型は、これはコクチバスですね。ブラックバスの一種類、特定外来生物。おお、取っちゃいましたね。こういう布のゴミのとことか結構下にいたりするんだよな。すげえ来たね。お、入った入った入った。はい、入りました。ちっちゃなコクチバスですね。こいつもね、顔の模様が特徴的、まあ、体の模様も分かりやすいですね。こいつも締めて持ち帰って我が家のペットの餌にします。お、あ、いっぱい取ってる。なんだろう、何ですかこれは。カワムツっすね。うん、入れてきます。入れてきましょう。じゃあこっち、お、取れた取れた。あ、抜けた。あら、あいつは俺の網この間補修したのに、今のバスっぽかったのに、ちくしょう。また穴開いてやがる。小魚だな。あ、でも結構立派なサイズのアブラハヤだな。はい、アブラハヤです。リリース。お、ザリガニだ。はい、毎度おなじみアメリカザリガニゲット、餌です。鯉取るぞ。鯉ハサミ打ちしますか。え、どこいます今。あ、いた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 、いっぱいいるやん。ああ、抜けてった。一回網入れるぐらいはしてみたいな。入るんかい。すごいな、毎回それで取るの。こっち行きますね。なんで取れんのそれで。すごいですよね。ここにどうやったら入るんですか、そんな入る。なんかすごくない？この人。鯉取り。うわうわうわ。漁師。ね、鯉取り名人。すごいよこれ。おいていて。でか。ボロボロですね。そうですね。なんでだろう、喧嘩してんのかな。いやー、多分ビバさんがやったんじゃないですか今。うん、一瞬で意外とワニが食わないやつですねこれ。いや、そう、意外と食わないやつでかすぎて、ちょっとわざわざ切り身にしてやっと食ってくれる。そう、せっかくも鱗も硬すぎて。ワニも何でもいいわけじゃないですよ、やっぱいつもいいもん食ってんから。やっぱ飼い慣らされてるからあいつら。勝手にこんなもん、よく入りましたけどね。こいつはい、噛んですね。そうっすね、ちょっと新しいの変換しましたって。30センチぐらいの水槽が顔しか入んねん。あ、そっち、入った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 。すげえ、ビバさんうますぎやろ、魚どんどん。
なんなの？あ、初心者でしょ、あなただって。やった。めっちゃでかくない？しかも。やっぱさっきのやつです、こいつ。マジっすか？うん、間違いない。でっか、顔でっか。いた。あ、こいつの胸びれがね、トゲ入ってくるから危ないんですよ。え、この腹パンさ、ちょっと卵入ってそうだな、ワンちゃん。この時期だと。すごいですね。すご。やった。でっか。やりたい？このサイズですよ。頭が、本当にクロスぐらい。すごい。リバさん、パンでうますぎますね。ちょっとキャッチしたら、普通入んないですよ、こんなん。そう。特に生ゼミってヒゲ生えてるから、結構網に入ってまで、途中でさって逃げることあるんですよ。ものにもうまいことキャッチしちゃって、なんなんですかね。やば。はい、リバさんが捕らえた巨大なマナマズ。お腹がパンパンですね。マナマズはこの尾びれでオスメスを見分けることができて、尾びれがね、ハートみたいに、まあ、切れ込みが入って2つに分かれてたらオスで、分かれてなかったらメスなんですけどね。この子は結構まあ野生の個体なんで、かなり細かく切れてますけど、多分これはまあメスですね。5月が産卵シーズンなんで、ちょうど今卵が入って、ね、もうちょっとしたら田んぼとかに入って産卵するんじゃないかなと思います。かなり立派。これ50センチはあるな、絶対。60はないかもしれないけど、55ぐらいあると思いますね。こんなの、このちっちゃいんで、折りたたみ網で取っちゃう。キーバさん。習字やってたんだよ。習字ね、やっぱ習字だわ。うん、俺、習字やってなかったから。あった、習字やで。こちらのナマズはリリースですか。リリースします。卵がありそうなんで。ね、今年またね、いっぱい増えてほしいですね。すげえわ、これ。取れ高あるわ。バイバイ、元気でね。おお、ほほ、いや、めっちゃかっこいいよね。すごいな。俺懐いて、俺の方来ちゃってる。あ、俺に連れて帰ってほしいか。俺に連れて帰ってほしいんか、お前。この体の模様とかがさ、このまだら模様がさ、なんかオオサンショウウオみたいでかっこいいですよね。いや、本当に俺についてくる。え、飼ってほしいの？おギバチ、ギバチ入れたよ。やったー、でかいいサイズ。まだ全然子供っちゃ子供だけど。私は持ってました。ギバチも取れてる。これはギバチはナマズなんですか。ナマズの仲間っすね。でこれ触んない方がいいね。あのね、背びれと胸びれに、まあ、トゲがあってナマズなんで、毒があるんですよ、こいつ。だからかなり腫れる、痛いんですよ。どうすれば。まあ針はちょっと頑張って外すしかない。